いいか、俺今から大事なことしか言わねえから、しっかり心に刻み込め。はい、どうも、皆さん、こんにちは、ぬいちゃです。ということで、本日はですね、上弦の鬼の声優予想まとめ、ついにね、やっていこうかなと思うんですけども、まあ今までにね、たくさんこう動画にしてきましたよ。上弦の鬼の声優予想は。ただ、大本命は結局誰なのかと、一人にね、絞って今回は予想していこうかなと思います。ただですね、まあまだ迷っているというか、まあこっちもあるんじゃないかなっていうことで、まあ二人予想してる方もいらっしゃるんですけども、もう本当に大本命は一人決めてきてるので、まあ今回本当に当てに行こうかなと思っております。ということで、まず皆さんね、高評価、チャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いします。ということで、もう早速やっていきましょう。はい、まず上弦の6、ダキということなんですけども、もうダキはもう決めてます。この方しかおりません。発表します。沢城みゆきさんです。百花王学園は、私が作った私のアクアリウム。いや、これはね、もう本当にダキの声優予想の動画でもたくさんこうお話ししたんですけども、もう沢城さんしかおらんやろ。もう声とか聞いてもらったらわかるんですけど、本当に沢城さんしかいないっす。まあこの方が演じたキャラはですね、ルパン三世の峰富士子だったりとか、ハンターハンターのね、クラピカなんかね、演じているんですけども、まあね、他のね、キャラの声とか聞いたりしてるんですけど、やっぱりぴったりじゃないかな。さあ、上弦の6、牛太郎ということなんですけども、まあ、こちらはですね、なんと迷っておりまして、二人予想させていただこうかなと思います。ということで、まず一人目はですね、こちら、津田健次郎さんです。まあ、津田健次郎さんはね、まあ、今回本当に推してる声優さんだから入れさせていただいたんですけども、まあ、僕の以前上げた動画のコメント欄はですね、津田健次郎さんよりも、もう一人の方をね、推してる方が結構多くて、まあね、今回はそちらを二人目として入れさせていただいたんですけども、まあ、まずね、津田健次郎さんのね、サンプルボイスあるのでどうぞ。散々、あんたに教えてもらった。だからこそ世界の真実が知りてえ。まあ、津田健次郎さんね、めちゃくちゃかっこいいですよね。まあ、永遠の消防隊のね、ジョーカーだったりとかね、最近ですと呪術廻戦のね、七海健人なんかをね、演じているんですけども、まあ、もう春アニメとかでもね、不滅のあなたへのナレーションやってたりとか、かなり有名なね、アニメのね、声優を務めてるということで、鬼滅の刃あるんじゃないかなと思っているんですけども、まあ、視聴者の予想では、こちらの方ということで、二人目行きましょうか。二人目はですね、こちら、吉野博之さんです。急いで来てみな、このざまだ。相手が天才一年だろうが、牛若だろうが、6人で強い方が強いんだろうが！ということでね、まあ、吉野博之さん視聴者予想では第1位だったんですけども、まあ、僕もね、この方がちょっと来そうだなとは思ってるんですけど、まあ、やっぱり迷っちゃうよねというところですね。でね、この方が演じたキャラはですね、稲妻イレブンの鬼道優斗だったりとか、配給のね、岩泉はじめなんかをね、演じているんですけども、迷っちゃうよねというところでした。まあ、ということでね、牛太郎はこんな感じで2人ほど予想させていただいたんですけども、まあ、個人的には津田健次郎さんを推します。さあ、続いて上弦の5、玉子ということなんですけども、まあ、遊郭編というよりかは、どっちかっていうと、まあ、刀鍛冶の里編で、めちゃくちゃ出てきてうざいキャラっていう感じなんですけど、まあ、これはもう本命一人ですよ。まあ、この方しかいないでしょうと思っております。中尾流星さんです。この喜びを皆と分かち合えること、心より嬉しく思う。皆も心ゆくまで楽しんでまいれ。はい。まあね、もう視聴者予想とかでも本当にもうこの方しかいなかったんですけど、まあ僕もね、中尾流星さんじゃないかなと思っております。まあセリフ的にもね、キャラ的にもぴったしなんじゃないかなと思っております。ということで、まあこの方が演じたキャラはですね、アンパンマンのバイキンマンだったりとか、まあドラゴンボールのフリーザなんかを演じておりますね。まあみんな聞いたことある声だと思うので、まあ非常にね、予想しやすい部分かなと思うんですけど、まあ玉子にもぴったしなんじゃないかなと僕は思っております。さあ、続いて上弦の4、ハンテングということなんですけども、まあ、こちらはですね、なんと細かく動画にしてないということで、今回初の発表となります。まあ、動画にしてない理由はいろいろあるんですけど、まあ、予想がまず難しいということですね。ということで、ハンテングっていうのはですね、まあ、一人じゃないんですよね。まあ、中心の格がおっさんなんですけど、まあ、それ以外にですね、赤土、辛く、老儀、哀絶、そしてこの4人たちが合体した増白天というですね、まあ、分裂する鬼なんですよね。まあ、だから、まあ、ちょっと予想するのめんどくせえなということで予想してなかったんですけども、まあ、今回ね、予想していこうかなと思うんですけど、まあ、僕が今回予想する声優さんはこちら、趙さんです。私たち人間にとって気の遠くなるような地球の歴史の中で、人類の歴史などほんの一瞬です。
ということで、まあ、本体はね、めちゃくちゃ長さんで合ってるんじゃないかなと思うんですけど、ただこれ分裂するから、多彩なね、演技ができる、まあ、声優さんがね、いいということで、まあ、もう一人ね、予想しますけども、山寺宏一さんということで、まあ、ね、僕個人としては長さんがいいのかなと思ってるんですけど、まあ、ただね、このね、分裂鬼っていうのがね、だるいんですよね、こいつね。まあ、そこをだから一人の声優さんにするか、または、こう別々の声優さんにするかっていうところでかなり変わってくるんですけど、まあ、僕は、まあ、全部一人の鬼の分裂なんで、もうほんと一人の声優さんに演じてほしいんですけど、まあ、そこが難しいところですね。まあ、ということで本命は長さんです。山寺さんはね、僕個人としては、より一のね、方で来てほしいんで、ちょっとここでは来てほしくないなということで、やっぱり長さんですよね。さあ続いて新上限の6開学ということなんですけども、まあ、ちょっとこちらはねネタバレを含むんですけど、まあ、すでに開学は登場しておりますよね、アニメの方で。まあ、ということでね、声優さんはこんな感じで細谷義正さんということなんですけども、何度も言わせんじゃねえ、消えろよ、お前みたいなやつに割く時間がもったいない。まあ、こちらの方がね演じたキャラはですね、進撃の巨人のライナーなんかをね演じているんですけども、まあ、開学なんかはね無限城なんかでね主にね登場するということで、まあそこは非常に楽しみですね。さあ続いて新上限の4泣き目ということなんですけども、まあこちらはですね、もう一人大本命がいらっしゃいます。こちらの方です。井上菊子さんです。他の者では力不足でしょう、私の娘たちなら存分に楽しませることができます。まあね、最近ですとバイオハザード8のねドミトレスクだったのかな、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、まあそんな感じのキャラをですね演じていたんですけども、なんかもう声がすごく和風な方で、この方がすごい落ち着いたキャラを演じてる時ってすごく泣き目っぽいなと、なんか井上菊子さんしかいないんじゃないかなとちょっと思っております。まあ林原めぐみさんとかもまあ予想としてはありますけど、まあただね僕としては本当に井上さんなんじゃないかなと思っております。さあ上限の3赤座ということなんですけども、もう赤座は無限列車で登場しておりますよね、石田明さんですね。素晴らしい提案をしよう、お前も鬼にならないか。まあ、この方はね、もう銀魂のカツラだったりとか、エヴァンゲリオンの渚カオルくんなんかをね、演じているんですけども、まあ、僕はもう本当に声優予想で、石田明さんを大本命としてね、予想していたんですけども、まあ、本当的中してね、嬉しかったですね。まあ、ということで、まあ、遊郭編でね、赤座確実に登場するので、まあ、冒頭で多分登場するので、まあ、すごく楽しみですね。さあ上限の2ドーマということなんですけども、まあねこの方はもうあの人しかいないでしょう。はい、宮野守さんです。ようこそおいでいただきました。ところで今回はどうされたのでしょうか。まあ、デスノートのね、矢神ライトなんかをね、演じているんですけど、まあ、もうこの方はもうむちゃくちゃ有名ですよね。まあ、なんかもう声優界のアイドル的存在ですけども、まあ、この前ね、ドラマの半沢直樹なんかでね、出演されていたりとか、まあ、かなり有名な方なんですけども、まあ、非常にですね、僕はドーマで来るんじゃないかなと思っております。まあ、視聴者予想では、遊佐浩二さんなんかをね、まあ、推してる方が結構多かったんですけども、まあ、僕個人としては宮野守さんなんじゃないかなと思っております。まあ、ただね、遊佐浩二さんもね、結構あるかなと僕個人としては思っているので、まあ、実はちょっと迷っていたりもします。ただ大本命としては、宮野守さんということになります。ということで最後、上限の1、国志望ということなんですけども、まあ、国志望はもう一人しかおりません。この方です。早見翔さんです。これで髪を言うのはマインだけだ。かんざしだけではない。何より驚かされたのは、本にかける情熱だ。まあ、この方はですね、銀魂の神楽の父、海坊主なんかをね、演じているんですけども、まあもうこの方も想像していた通りの声というか、まあほんとそのまんまだったので、まあ早見翔さんなんじゃないかなと僕個人としては思っております。まあただね、視聴者の予想では池田秀一さんなんかもね、いらっしゃるということで、まあどっちかなということなんですけど、まあほんと大本命としては早見翔さんということになります。はい、ということでね、まとめやっていこうかなと思うんですけど、まあいろいろこう喋っちゃったので、まとめやっていこうかなと思うんですけど、まあ、本当並べるとこんな感じです。まあ、今回の僕の予想とね、皆さんの意見どれぐらい一致したんでしょうかね。まあ、その辺なんかはね、ぜひぜひね、コメント欄によろしくお願いしますということなんですけども、もうこの撮影長引きすぎてね、聞いてもらったらわかるんですけど、前半の声と後半の声やばいです。違いが。めちゃくちゃ低くなってます。もうなんだかんだでね、2時間ぐらい撮影してるんですよね。やっぱ連続で撮るとね、声がどんどん枯れてきてね、滑舌もゴミになってるんですよね。もう今もね、何言ってるかわかんないですよ、もうね。
はい。ということで、皆さん、ここまでご視聴ありがとうございました。ということで、まあ、今回の動画が良かったよという方は、高評価、そしてね、チャンネル登録なんかもね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。もうね、ぐちゃぐちゃ。また次回の動画でお会いしましょう。うっ。